山州が、竹は岐阜県伊比郡伊比川城門入りの小し山地西部の標高線292メートルの山である。山頂は小し山地の主猟線から派生する潮根を北に約500メートル入ったところにあり、この山頂には一等三角点が設置されている。岐阜百山の一つに選定されている。山州が竹という三名の由来については、辺りを山州したいほど、 眺望の優れた山、あるいは、美野、越前、大海の三国を見渡せる山などと、諸説あり定かではないが、古くから、ヤブ山山州という愛称で、関西、中京の山岳家から親しまれてきたという。山の南西の尾根城には、乞恋伝説で有名なヤ社ャ家があり、この伝説をもとにした、泉京家の儀曲が映画化されたことから、多数の登山者が訪れるようになった。 登山鉄器は6月から11月頃10月末から11月初旬頃が紅葉の見頃、積雪期などには坂内川上から池のまた谷に沿って続く林道を登ってゆく。林道の終点の登山口には登山者用の駐車場がある。登山口からの登山道は池のまた谷沿いを少し進むと尾根道となり、有限の滝を経て岸壁を登ると、 や社外家のすぐ南の稜線に到達する。ここから山州が竹山町まで、福井、岐阜県境の上を行く尾根城に細い道があり、それを北の方へ進むのであるが、道中、両側から笹が道を追っている箇所もあり、迷いやすいため、ルートを見失わないよう注意する必要がある。なお、歩行速度、体調などで、個人差があるため、一概には言えないが池の、また、 林道終点からヤ社外ガまでは約90分でヤ社外ガからは山州が竹山頂まで約120分程度を見込むと良い。山頂からは奥美濃の山々はもちろんのこと南西には琵和湖や伊吹山を北には白山や農業白山をはじめとする両白山地の山並みを東には遠く御竹山や北アルプスの山々をも望むことができる。ヤシ外ガまでは 福井県南城郡南越前町高野にある、八社ヶ池登山口から日野川を遡っても行くルートも、ある。このルートも、八社ヶ池へ至り、そこからは、岐阜県側からと同じルートである。なお、コースタイムの目安は、途中の八社ヶ池までの区間で、登山口から八社滝まで30分、そこから、尺投げ坂まで50分、さらに、八社ヶ池までが40分の、計120分である。 南面のヤシャヘキ農白山から望む山州が、竹周辺の残雪期の腰し山地の山並いび川の支流の西谷の源流となる山であり、太平洋側の伊勢湾へと流れる。西谷の最上流部の鐘が、丸谷は山腹の山頂の南西 1.5km にヤシャガエケがある。南面はヤシャ壁と呼ばれる大石岩の岩壁がある。 山頂の北北東 2.8km には、三ノ股山があり、東 3.5km には、エボシ山があり、西南西 5.1km には上谷山があり、南東 2km には黒壁がある。岐阜県側からは、国道303号の伊梨川町坂内川上から、ヤ社ヶ池登山口駐車場まで伊梨川町の町道が、通じる。上又谷からヤシャガ登山口の区間は、 積雪機と残雪機の閉鎖される。ありがとうございます。